いやー、節田圭介だよ。今回やっていきますは、最近リリースされましたデュエルマスターズプレイス。そう、あの伝説のカードゲームデュエルマスターズがね、とうとうアプリで出たんですよ。しかもね、これ結構昔のカードだけを揃えた、もう昔デュエルマスターズやっていた人が、もうみんなが注目するような、もう思い出が蘇るようなカードプールになっておりまして、見てくださいよ。これ真ん中にプロメテウスホワイトドラゴン第6弾のカードですよ。これと左隣にクリスタルパラディンかで、右がデュアルファンク、そして両端にはバロムとアルカリアスって、もう俺の世代やもん、こんな感じ。もう俺が初めてちょっとした頃の世代やもん、これもう。とりあえずね、先に起動しておいてチュートリアルやってみたんですけど、基本的なルールは昔のデュエルマスターズと、で普通のカードゲームのデュエルマスターズと変わらんのですけど、なんでもマナーを支払うときに、その使うカードの文明を一つのマナーを一つは入れないといけないっていうルールがあったんですけど、それが村ゾーンに使うカードの文明が1枚でもあれば、それを支払うんでも出せるようになったっていう点が変わっとって、つまり、多色デッキが組みやすくなっとんじゃないかなって思います。ルールとしてはそれぐらいかな、変更点は。あとちょっとで、そのチュートリアルを終わって、チュートリアル終わったところで、あの初期配布のデッキをもらったところで今終わっております。このゲームね、メンテがすごい細かく入っとるせいでね、プレゼントがねめっちゃ入っとるんですよ、これ。パック10パックのやつとか、これはあの、事前登録者何万人の突破記念プレゼントとか、そんなんですけど、これもプレゼント、プレゼント、お詫びもあって、全部で何パックある ?10 パック、20、22、32パックもある。32パック分のチケットがここにありますからね。今回はこれを全部回復していきます。これで32パックは開けれるわけですよ。すごいね。初めてすぐにもうこんだけのパックは開けれるっていうね。課金なしでもそれなりにカードがたくさん集まりますよみたいな感じ。あ、なんか初期配布で2パックあるんかな。さっき手に入れたやつで32プラスあと2パックあるって34パック。やっていきますか。これいっぺんにバーンって引けるんか、これ10パック同時に引けるんだよ、これ。いきましょう。まずは10パックよいしょ、オープン、上開けてピーンって出てくる。わ、なんか光ってるカードある、これ何。いきなりすごそうなやつ出てきそうなんやけど、うわいきなりすぎんか、ちょっと待って、もうかよ、もうボルベのなんか、これすごいレアじゃない、シークレットレアで、これシークレットでこれこれみんなもうさ、今から始めるべきよ。34パックも最初から手に入って、それでいてあっさりこんなシークレット出て、始めるべきよみんな、これいや、これ動画の最後の方にさ、こうバーンで出てくるもんや、いきなり出てきていいん、後半のトレーダーがなくなってくるんやけど、やめてすごいけどやめて。ドラゴンデッキ組みますわ、これ。他のカードはエナジーライト、ディアノーク、リッピョホルタ、ミーヤ、あ、ミーヤ久しぶりに見たな、この11500っていうさ、中途半端なパードのカードな。ボルシャックネックスだって、あのディアノークがすごい久しぶりすぎてさ、箱も使っとったけどさ、あの漫画版だったら聞いた勝負がさ、非文明以外のカード使いよるときで、あの確かデュエルアリーナの決勝大会の時に光文明としてさ、このディアノーク召喚とか言って出したところ見たことあるんよな。なんかすごい思い出深いわ。次いきます。1パック目でこれは怖いぞ、これ
ディープオペレーション。これもちょっと久しぶりだな。相手のカー、相手のクリーチャー1体につきカードを1枚引く。こんなカードもあったな。次。はい、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 はい。これ。騎馬男、ギガボア、スレイヤー付きのブロッカー。こんなもんあったよね。どんどんトントン拍子でいきますよ。はい、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 はい。ボルカニックアローが久しぶりみたいな、これ。もう今の時代だったら絶対使ってないだろうっていうボルカニックアロー。コスト2でそこそこパワーの高いクリーチャーを破壊できるけど、これあれ8000になったろ、これもしかして。あれ？カードゲームの方じゃパワー6000以下やけど、ちょっとここ訂正入っとんやな。ちょっと強化されとんやな、これ。何気に、もう、うん。5拍目。これが、なんか枠の違うやつがあるんじゃ。コモンやけど、ちょっと、綺麗なコモンがあるんやな。綺麗なコモン。綺麗なジャイアンみたいな感じ。うん。ピーカップとか久しぶりやな。スピードアタッカーよ。スピードアタッカー出始めた頃のスピードアタッカーな。はい、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 っと。この辺はまあ特注すべきものはない。わー、武器だ！これ何これ？またお前！すげえ！すげえこれ！さっきプレゼントにあったボルメトで3枚目になるよ。もうボルメデッキ作れってことになっとるよ、これ。ああ、ボルメテウスに愛された男や、俺。すごい。すごいわ。もうボルメデッキ作らんかったらバチ当たりじゃ、俺。次。はい、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 はい。おぉ、一撃必殺のホーバスとかも久しぶりみたいな。そういや。もうデュエルマスターズのアニメ第1作目の第1話から出てとる、第1話出とったかな。けど序盤から出とったよね。キルダ勝負君が使って。ボーンスライムもすごい久しぶり見たし、ボーンスライムも懐かしいカード。エグゼドライブ !V レアなんじゃ。V レアってな、ビクトリーレアみたいな。エグゼドライブって結構レアリテカ設定されとんじゃ。あとなんか知らんけど、パワーアタッカーなんやな。パワー2000のパワーアタッカー1000。カードだったら3000なんやけどな。パワーアタッカーなしで最初から3000なんやけど。そういう変更もあるんやな。さあ、10パック目。はい、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 と。クリムゾンハンマーがすごい久しぶりに見たわ。また、これも、これまた。あと、ギガントインセクトのアンビション B っていうのは、実際のカードにはなかったカードじゃないかな。ギガントインセクトでコスト2パワー2000なんかおらんかっただろう。ちょっとコスト低いギガントインセクトちょっと混ぜてきとんやな、これ、多分。こんなカードもなかったもんな、リアルのカードじゃ。な、これ。ボルメテスホワイトドラゴン特典獲得。あー、ボルメのシークレットレイヤー当たったけん。これ、スリーブか。うわ。もう完全に俺、ボルメテウスの使い手になれって言われてるような感じがする。引きが良すぎるもん、これ。10パック当ててもうボルメ2枚とかさ、こんなもんなん？みんなこんなもんなん？すごすぎだろ、お前。やっべえ。まだ24パックあるんじゃって思うよ、これ。よっしゃ。じゃあ、第2波いきます。第2波。よっしゃ。もうまた光ってる。これでボルメだったらこれ恐ろしいわ。ボルメマスターやん。デュエルマスターズやけどボルメマスターズになっちゃうもん。いや違うな、これ。これはレジェンダリーバイロン。リバイアさんのやつじゃ。自分のクリーチャーすべてブロックされなくする。フィニッシャーやな。スーパーレア。2P カップとかあって、キングポセイドン。いいね。リバイアさんが出たところで。レジェンダリーバイロンのはいいな。カードに枚ドローできて、その後に進化させて、みたいな感じ。水デッキのフィニッシャーやな。ホーバス、カティノ、ネブタス、ローム、ブレインイーター。カティノとか、なんかデュエルマスターズの制作人の名前取っとんよね。カティノっていうデュエルマスターズの生みの親のグループの一人を
名前よね、確か。ジェスもすごい久しぶりみたいな、これ。確か、フワユーとバケツマンのデュエルでさ、一旦目にフワユーがジェス出したんを、次の開始のターンで火炎流星弾で燃やすっていうね、そういう漫画ではそういう展開があったよね。覚えとるよ。その頃ちょっと結構漫画読みよったし。おっと、カオスワーム来ました。カオスワームは割と今の時代の子も知っとるかもしれない。確か名前忘れたけどさ、出した瞬間墓地のプロ同じ種族の進化クリーチャーをこの上に乗せて進化させてもいい的なのがあったよね。なんかナイトで名前忘れたな。すごい懐かしいな。ナチュラルトラップも一枚手には引いて、グランギューレ、あー昔のパワーの高いブロッカーよ。なかなか非文明のクリーチャーが足止めされる系の結構パワーの高いブロッカーがおったんよな。とフルディフェンサーとか、ほんま懐かしいカードがたくさんあって、トリプルブレイン3枚引く。トリプルブレインは割と最近まで使いよったんかもしれんぞ。なんせサイバーブレインとかが殿堂入り化してさ、無条件で3枚引けるカードってのは結構貴重なはずなんよ。テレポーテーション、これ俺好きやな。これ1枚でクリーチャー手札に2枚手札に戻せるのが強いと俺は思うんやけど。あとフェアリーチャイルドブロックされない。こんな感じでシェルストーム、ピーカブがそこそこ出てくるな。非文明単色の速攻デッキとか作れそう。さすがに序盤にボルメ2体と2枚出てきたけんさ、ちょっと抑え前になってきてる。さて第3波いきまーす。これすごいな。さて他にもなんか出てこんかな、良さげなやつがさ。なにこれ、真ん中のやつ。こんなカード、実際のカードにはなかったな、これも。スレイヤーでグリードワーム。まあ、カオスワームとか、パラサイトワームの進化のカードがあるけん、ちょっとパラサイトワームの進化元になるようなクリーチャーをちょっと足しとんだろうな。新規カードとして。多分。ダイヤモンドカードがあった。うわ、久しぶりに見たこれ。今となったらダイヤモンドソードだったっけ。コストが3になった番があるけんさ、全くこっちは使われんのよな。これも懐かしい。ロマンのある全体、クリーチャー全部を全て攻撃させれるようにするっていうね。ミストリエス出しといて、わ、パラサイドワームが、カオスワーム来て、すごい綺麗なカオスワームができたからな。スナイプモスキートのすごい久しぶり。攻撃したらちょっと自分のマナーゾーンか手札に1枚戻さなあかんのやけど、1ターン目から出して2ターン目に攻撃できる自然のクリーチャー。これで7パック。クリムゾンハンマー、ゴーストタッチ、ゴーストタッチもなかなか使いよったな。ワイドコストにいて相手の手札を1枚破壊するっていうのは結構基本的なところがある。特攻人形ジェニーっていうのも出てくるぐらいやけんね。クリーチャーで破壊したら相手の手札破壊できるみたいな。なんかロックデウス、デーモンコマンドで、あ、これも新規カードやな。今回のバトルゾーンに出て相手のクリーチャーのパワーをマイナス6000する。この時代のカードに6000とマイナス6000とかマイナスする系のカードなかったけんな。デーモンコマンドに幅ができとんやな。コスト低めのデーモンコマンドの進化やな。こんなもんか。やっぱボルメのインパクトが最初に来すぎたな、これ。残り4パック。この4パックでさ、非文明以外のすごいやつこんかな。
光ってない。何も来ない。お？ディープオペレーションが2枚来て、ギガフォン。これもちょっとなかなか使えるやつやな。クリーチャーをサーチするカード。これはちょっと面白そう。なんかジーニアスディザスターって。ああ、こんなカードあったな。あんま使われてるようなイメージはないけど。これラスト。あ、こんなもんか。ボルメのインパクトが強かったけどさ、ちょっとボルメ寄りになってしまったけんさ、非文明のデッキ作り回すとかになってしまった。というわけで今回はボルメテウスのシークレットレアが2枚も当たってしまうという暴挙をなくしとけてしまいました。けどさ、ちょっとな、バルキリーやボルシャックはあるんはいいんやけど、コックルピアが1枚しかないのがちょっと辛いよな。ここまでドラゴンが綺麗に揃ってくれたんだったらコックルピアを4積みしたいわ。あとトットビビチってこのあったと思うよな。このゲームにもトットビビチも積んどかんかったらあかんなって思う感じ。うん、ボルメテウスがきっちりこんだけ3枚手に入ってる状態やけどさ、ドラゴンデッキは作りたいんやけどさ、もうちょいカードが欲しいね。あと水のデッキはちょっと重たい目のレジェンダリーバイロンか。やっぱちょっとね、すごい当たり方はしたいんやけど、きっちりしたデッキを作るんだったらちょっと最後の最初の34パックって多いイメージがあるけど、ちょっとそれでも足らんなってイメージはあるんか。ただまだ俺ミッションとか、このゲームなんかストーリーモード的なのがあって、それを攻略してもなんかいろいろもらえるはずなんで、それをやってない状態でこれやけんね。初めてあのプレゼントでもらえるチケットとか引いただけでこんだけすごいのを手に入ったわけやけんね。これちょっと始めた方がいいっすよ。カードゲームやりたいけど相手がいないしお金かかるからカードゲームとかやってなかったんですって人はもう始めた方がいい。これ劣気としたカードゲームやけん、ゲーム面白いゲームになりそうやけん。ただちょっとメンテが多いけどね、そのメンテの多さをさ、メンテ終わった後にわびしもらえるかどうかって、だから逆に別にいいですよって振り切れるかどうかやな。多分やってやりだしたら楽しいと思う。うん、デッキ組めるんが、自由にデッキ組めるんがいいと思うよね。はい、というわけでボルメテウスのデッキ作りますんで、またもうちょいカード集めていい感じのデッキ作りたいと思います。今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。シーアゲ。